はい、皆さんこんにちは、レガテドリブルジムです。はい、今日は引き続きこのメンバーで対決していきたいと思います。はい、水着の4方です。メンソーレ、来ました。メンソーレ、今日ビブスに分かれてるんで、ここからはチームリゼム対チームレガテで、はいはい、バトルロワイヤルサッカーやります。聞いたことあんな。失点したら一人減ってくやつか。全部言う、全部言ってるからさ。これもブルーロック死んじゃいました。そう、この4対4、キーパーありの5対5で試合するんだけど、はい、決められたチームは1人抜けます。減ってきます。そんなリアクションする？そんなルールある？脱落してって、で最後の1人がいなくなった時点でそのチームの勝利。なるほど、なるほど。出ていくのは何でもいい。誰でもいいです。それはチームで話し合って、で抜けた人はもう入れない。そりゃそうでしょ。こうやって見たら意味ないでしょ。まあ最初の1点がかなり重要です。人数は減るけど交代は OK。 誰が出ても OK する。あ、 OK、 そうしましょう。ということで時間は無制限です。無制限ですね、はい、完全敗北するまで。なるほど、やばなるぞ。それではレッツシザーシザI'm gonna go.
があるよ。シンジ。最悪や。ナイスだ。
ちゃおいで。そうそう。止まる。ちょっと待って、ナイス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 、ナイシゲ頑張れ、シゲ頑張れ、出るか、出るか、ゴールにいる、行かせ、やばい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 、相手がそうやって時間かけてるうちにあるぞ、これマジで。一本な、うん、カズさん決めて、やばい、うわー最悪、うわーやばい、やばい、トイレ守った、しかし仕掛けろ、しかし仕掛けろ、もうよいしょVS チームリゼムバトルロワイヤル対決はチームレガテの勝利です。最初だね、最初なら最初ですね、一番強いアイランドですぐ入ったもん。あの後、ね、1点取り返してあるかなと思ったんですけどね、白熱しましたね。さすがに一人は厳しい、さすがにやっぱ数的有利は大事ってことが改めて改めてリゼムさんのチャンネルでもレガテも出てるので、ぜひそちらの方もチェックとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time!